クレサルハク100ローズ鼓墨古木とは、文房四宝における墨の中で、製造をされてから長い年月を経ているものを言い、品質の良い墨とされている。通常、倒木は、清時代までに、和墨は、江戸時代までに作られたものを古木と称す。ただし、今ではほとんど入手不可能であり、100年以上前の墨は、小当たり物に頼る以外ない。諸説あるが、墨は、 出来立てでは粘り気があり、墨色も冴えないという。大体の目安としては、20年から100年にかけてが、最も良い墨色を見せる。また、古木の条件としては、良い原料と良い製法を用いていることが前提である。よって、いくら年月を経ても、原料が粗悪なものであったり、製法に手抜きがあれば、古木とは呼べない。 民進時代が製図みの頂点と言われ、以後、カーボンブラックが使用されるなど、品質の悪化をたどった。特に1966年の文化大革命の後、品質が変化したと言われ、また、文革によって、新しい名前の墨ができ、古い馴染みの墨が少なくなった。甲骨文や陰居では陶磁器に牧書されたものが出ている、ことから、陰代に何らかの墨があったと考えられる。 古形の墨が現れたのは中国寛大に入ってからで、原料は硝煙と石木であり、二川や香料も使われた。油煙が使われ始めたのは東大とも総大とも言われ、はっきりしない。東大の墨匠では、李朝と李帝刑の親子が有名であり、壮の潤科閣長は帝刑の墨で託したと言われる。秋には、君房、片うろなどの名が出て、 形式も現代のようになり、品質も非常に優れた墨が作られ、作り墨の最頂点と言われる。よって、この時代の古木は特に珍重される。新代は、権竜手が、木匠、黄金星に作らせ、また、そ祖皇こ古海分の両家も、名墨などを競い合った時代である。墨は、ススとに皮が主成分であるが、少量の香料も配合する。 墨作りは寒い冬に作業する。気温が高いとニカワが腐敗してしまうからである。練り上げる乾燥を寝かせるこのように時間と手間がかかる昔ながらの墨の製法は大量生産による低価格化が要求される現代ではほとんど見られなくなり、またその技術の後継者も少ない。一方、2000年にならや本舗が 昭和初期の荘園を使用した手作りによる荘園済みを製造、発売し、現在も販売している。ありがとうございます。